涼しいですね。昨日のね、夜、新宿からバイクで帰ってくる途中はね、もうすごい涼しくて、秋だなって思いましたね。明日からね、北海道の白老に場作りの会の遠足でね、行くんで、気持ち的にはもう一気に秋になるなーって感じだね。まあにしても暑いからね、福岡に行っても暑い、神戸に行っても暑い、桐生も暑いし、東京も暑いし、もうそれは夏は暑いんでしょうけど、こう暑いとね、まあ暑いっていうか湿度がダメだからね、もう湿度の低いとこに行きたいよね。でもだからといって、涼しいところとね、出たり入ったりすると、それまたなんか体調がね、体調が悪くなるっていうより、なんか体が重くなるよね。その湿度、だってあれじゃない。あ、熱しては水につけて、熱しては水につけてって言うんだから、もう鋼を作るようなもんだよね。体にいいのかな？わかんないけど。そう。この前、神戸から福岡に行く途中にね、山口の岩国に寄ってきて、まあ、岩国寿司をね、食べようと思って、まあ、どうせだから途中だからと思って、寄ってみたけど、まあね、岩国寿司は食べなかったんだけどね、結局。いや、でも岩国ってすごい、有名なね、橋があるとこなんですけど、いや、もうその橋よりも何よりもね、美術館に行って、江戸時代の鎧兜、ああいうの見て、うわ、すごって思ったりなんかした。はい、ということで今日の話題は、ヘップバーンの名言。まあ、オードリー・ヘップバーンってね、まあ言いますけど、このオードリー・ヘップバーンの名言っていうのがね、インターネットとかに時々、散見できるんだけど、ああ、オードリー・ヘップバーンって頭のいい人だなって、頭のいい人だったんだろうなって思うような発言があってね、ちょいちょいヘップバーンの言葉っていうのは、書き留めておきたくなったりするんですよ。まあこの、まあそれをちょっと今日はね、紹介しようかなと思ってるんですけど、まあいろんな言葉をね、まあ言って、名言だと思って言ってるわけじゃなくて、なんかの言葉にで切り取ってるんだろうけど、やっぱりこのこれだけの名声を得た人、まあ、美貌も含めてね、名声を得た人っていうのは、やっぱり人の移ろいっていうか、儚さっていうかね、そういうもの見えちゃうんだと思うんですよ。チャンスは滅多に巡ってこない。だから、いざ巡ってきた時にはしっかり掴まなければならない。とかね。
不可能なことなど何もありません。不可能という言葉自体が私は可能と言っているのです。もうこれなんかできすぎちゃってね、本当かよと思っちゃうんだけど、不可能っていうのはインポッシブルでね、そのインポッシブルを I'm possible っていう風に読み替えて、できないっていうインポッシブルは I'm possible、 私はできるのよって言ってるっていうね。だから我が輩の辞書に不可能という文字はないっていう。まあこれは心持ちの問題だからね、やっぱり不可能も可能もできると思えばできるっていうことだから、まあそれはあなたできるわよって周りがね言ってるようなことに対しておじけづいたりするときに鼓舞するんでしょうけど、私は全てがうまくいかないような時に強くいることを信じています。私は明日がまた新しい日だと信じているし、奇跡も信じています。奇跡を信じない人は現実主義者ではありません。これもいい。奇跡を信じない人は現実主義者ではないっていう。これもそう思うね。これはやっぱり現実主義者、現実に直視すればするほど自分の手には負えないもので世の中は囲まれてるってことに気づくもんね。それはまあよく言うけどね、親ガチャとかそういう言葉があってね、どこの親に生まれるかなんてガチャガチャみたいなもんだっていう、そのまあ親ガチャもそうだし、まあなんなら結婚相手もそうだしね、働く先、そこで知り合う人、こういうのってもう基本的には自分ではどうにもならない、選んでるって言ってもね限界があるわけで、だから本当に大事なことっていうのは自分で選びようがないもんね。もう降ってきたみたいなもんだから。だからうまくいってるだとしても、これは自分の実力っていうよりは奇跡だなぁみたいなことだろうしね。それは現実っていうものをよく見れば見るほど、奇跡に囲まれてるなぁっていう、ありふれた奇跡を考えるしかないよねっていう。まあこれは男の人だったら違うのかね、権力者で。まあでも違わないか。アウレリウスのね、自省録なんか見たって読んだってね、やっぱり多くのことは運でできてるからね。まあこういうふうにやると運が良くなるとか、こうやると成功するなんていう、そんな風なもんじゃないもんね。愛とは行動、口先だけのものではないの。私たちは生まれながらにして愛する能力を持っていますが、他の筋肉と同じように鍛えて発達させなければなりません。こう愛することも鍛えないと愛せないよねっていう。まあこれも深いですよね、やっぱり。愛する、自然に愛せるするっていうだけじゃダメっていう。まあそれはやっぱり鍛えるっていうのはあれだろうね、やっぱ人間の弱さだろうね。やっぱりヘプバーン自身もユダヤ人だし、いろんな人、その戦争も含めていろんな人の不幸を見てきてるだろうから、
やっぱり人は弱さでね、行動しちゃうから、ね、その自分の弱さから好きでもない人と結婚しちゃうとかね。まあそういう弱さっていうのがあるなと思って、でもそれを鍛えるっていうかね、やっぱり自分の理想を貫く。私が好きなものは好きと言い、周りがどう思うと言うっていうことは、まあ、筋肉を鍛えるようにどうか心を強くしないと言えないっていうことかもしれないね。最高の勝利は自分の欠点を受け入れられありのままの自分で生きられるようになったこと。最高の勝利は自分の欠点を受け入れられありのままの自分で生きられるようになったこと。これだから、まあ有名女優で名声を得てあちこちでチヤホヤされたり、いらぬね、パパラッチに追いかけられたりっていう、まあいいことだけじゃないからね、いいことと悪いことセットで来るわけで、やっぱり自分のありのままの自分で生きるっていうことについては、特に女優だったり、表現者だったりすればするほどね、そういうこと思うでしょうね。こういうのって面白いね。やっぱり外国人であっても日本人であってもね、思想は突き詰めると変わらないっていうの、何人であってもね。だからこういう特に脚光を浴びたような人こそね、真理に近づくよなって思うよね。私はとても早い時期に人生を無条件に受け入れると決めました。人生が何か特別なことをしてくれると期待したことはないけれど、私が願ったよりもはるかに多くを達成したみたいに成し遂げているようです。大抵の場合、私が求めずとも偶然そうなっただけなのです。まあこれもさっきの話と一緒だよね。私はとても早い時期に人生を無条件に受け入れると決めました。もうこの辺りがユダヤ人だなっていう感じだけど、願ったよりもはるかに多くを達成したみたいっていうね。まあやっぱり多くのことをね、人生で成し遂げれるわけじゃないし、それは何かしかね、成功したりした方がスケールも大きくできるし、後世にも残るしね。やっぱり人はなんか成功したいなと思うんだろうけど、このオードリー・ヘップバーンの言葉には、成功したから何なのっていう、そういうのが、そういう哲学が垣間見れるよね。これ最後、成功は誕生日みたいなもの、来たって何が変わるわけじゃないもの。 Success is like reaching an important birthday and finding you are exactly the same ね、成功は誕生日みたいなものよ。待ちに待った誕生日が来たとしても自分は何も変わらないのだから。こう、頭がいいなと思いますね、こういうの。ウィットに飛んでるし、まあ誕生日みたいに成功したとしても、来るまではね、成功するまでは成功しよう成功しようと思っていても、やっと成功まあしたと思っていてもね、自分がその成功によって何か変わるかって言ったら特に変わらないっていうね。
まあこういうエンターテインメントのような自分ではどうにもならないようなところで生きてる人のね哲学っていうのは、なんかとても、オードリー・ヘップバーンの映画はそんなに見ないけど、オードリー・ヘップバーンの名言は自分のね生き方と通ずるとこあるなって思ったりしたりする。偶然なのカフェテラス慌てたのよ怒ってみせたシャイな私を見抜かないで風にブルーのコスモス青空向かって胸の奥が苦しいいつか素直になりたい本当の気持ちを知ってほしく淡い涙の恋心私ブルーのコスモス私を置いて歩いてく霞む背中風にブルーのコスモス青空向かって胸の奥が苦しいいつか素直になりたい好きだった気持ちは届けられず花が散ってゆく季節私ブルーのコスモス
持ちは届けない、ブルーのコスモス、いつか大人になりたい、好きだった気持ちは届けられず、花が散ってゆく季節、私ブルーのコスモス。